はいどうも皆さんこんにちは。今回はレグのセーズ用シャープペンにしていきたいと思います。使うものはまずレグのと S3 です。はい、ではね早速やっていきましょう。まずはレグの口金を外していきます。次に S3 の口金を外していきます。すると次はS3 の口金をレグノに装着していきます。そうすれば完成です。レグノはですね S20 の艶なし加工と違いまして、艶ありの金具ですので S3 の口金と非常にマッチしていると思います。はい、S3 はですね値段が300円なので300円支払うことでレグのよりハイスペックのシャープペンシルにすることができるということです。はい、良ければ皆さんもやってみてください。ご視聴ありがとうございました。